火星群の跡地、火星群は中国浅西省のこと、西安市東北約 30km 先、東大に作られた離宮。長根下において、八木ヒが岩見したことで知られる。現在の林東区、リザンの麓にあり、火星池として観光地となっている。地は、本来、温泉を意味し、リザンの麓、西の意味ねに湧く湯は、旗艦大以来とされる。 甲州や随大に開発され、唐の大宗李世民が644年円立徳に命じて温泉宮を作らせている。740年、唐の幻想によって、巫女である、ことぶき王、李舞の妻である、楊玉館を女同士として住まわせている。この時、八木日が弱みしたことを読んだ記述が超根下に残っている。745年、 天保四歳、陽玉館が、寄避に作立されてからは、元宗は、毎年、温泉宮に10月に凝好しており、翌年春に帰るのが、定まりとなった。747年、元宗の命令で規模が拡大され、温泉宮から、火星宮に解消し、温泉も、火星池に解消される。火星宮の周りは、ラジオに囲まれ、多くの役所や役人が置かれ、 たくさんの老閣が建てられた。748年には老子が李山頂上にある朝元閣に現れたという風説が火星宮にいた幻想に伝わり、749年以降は火星宮で朝廷の年賀を行うことも一年越しに行われた。火星宮は北の西門、び門と南の商業門を結ぶ線に前殿と後殿が作られ、東に 玄宗が住む、秘宗殿と、玄宗の使う湯である、九龍殿、ヤギ碑が使う、碑、小湯が置かれ、朝生殿などの建物群が並び立っていた。また、西には、皇妃が湯編みする、長湯十六箇所があり、統計場や高架台、ポロを行う、笠場もあった。名工雑録によると、九龍殿には、安毒山から献上された、白玉石の梁や蓮の花が飾られた。 同じく献上された白玉石で作られた魚や狩りなどの像も並べられ、幻想が入浴すると、鱗ろこを震わせ、翼を上げたので、幻想によって撤去されたという。また、彦コの周りにも白玉石でできた蓮の彫刻が飾られていた。また、湯の家屋も大きさも数十間あり、分石が敷き詰められ、銀を散りばめて、漆を塗った船や白香木でできた船が浮かべられ、貝は、 主玉で飾られていた。また、室室や人工で作られた英州豊穣を形作った山が湯船の中に置かれていたという。その水は溝に沿って流され、中には玉や宝が混じっていることもあったと伝えられる。火星群のあった山には、もともと花が多かったところに、幻想の命令により、ボタンの編集を作っていた総前保が花を植え、さらに多くの花に包まれた。また、 人に慣れた鹿も多く生息していた。しかし、安史の乱の勃発後は衰退し、高層の乱後は荒廃し、五代十国の時代には冷戦艦という同感が存在するようになった。ありがとうございます。